さんこんばんは、まみみんみんです。本日はノースリーブ縛りのルックブックを撮っていきたいと思います。これはクリーム色、そして次はブラウン、最後はこの黒色、ブラックのノースリーブ3着を着ていきたいと思います。全部形が全然違うので楽しみにしていてください。それでは1着目、これは肩周りがちょっと空いているようなノースリーブです。結構シンプルで可愛くないですか？左側に白のボタンがついているのもポイントです。今回は通販で3着買ったんですが、全部 50% オフ、安かったので大量買いしてみました。ちょっとお腹見えちゃった。さて2着目いきます。透明のブラ紐が取れちゃいました。さてこちら、ちょっとざっくりと縦線の入ってるギブニットのブラウンのノースリーブです。これは少し首元までちょっと詰まってるかな。これもシンプルで可愛いですよね。秋ぐらいまで着れそうな色です。全体はこんな感じ。はい、それでは3着目最後です。ブラックのノースリーブ、これはノースリーブって言っていいのかわからないけど、一応ノースリーブにしておきます。これはいわゆる、なんて言ったらいいの、ハーフなんとかっていう服だと思うんですけど忘れちゃいました。これは少し丈が短かったのでチューブトップが不格好になってるんですが、ご了承ください。これも着てみると夏らしくて可愛いです。ジーンズとかに合いそうですよね。いかがですか？今日はノースリーブ縛りでルックブック撮ってみました。それでは皆さん、最後まで見たい方はオフショットも用意してます。はい、こちら。ただただノースリーブ3着を持って撮ってるだけです。色も形も全部違うからいろんな着回しができそうです。それでは今日もありがとうございました。じゃあねー。